松下幸之助は日本の実業家、発明家、著述家。一回は肖像くらい。パナソニックを一台で築き上げた経営者である。異名は経営の神様。その他、PHP 研究所を設立して倫理教育や出版活動に乗り出した。さらに晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだ。 1894年11月27日、和歌山県海藻群は佐村先端の木に、生地主、松下聖クの木、徳枝の三男として出生。家が、松の大樹の下にあったところから、松下の姓を用いたとする。1899年頃、父が、米相場で失敗して破産したため、一家で和歌山市本町一丁目に転居し、下駄屋を始めた。 しかし父には、詳細がなく、店を畳んだ。幸之助は尋常小学校を4年で中退し、9歳で宮田日八店に、デッジ奉に出される。あと、奉公先を五大自転車に移した。五大自転車方向時代に、サントリーの起源である、ことぶき屋の鳥井慎次郎と出会い、将来にわたって、経営の死とする。この経験は後にパナレーサー社設立のきっかけになった。 自転車や方向時代、来店客にたびたびタバコを買いに行かされた。その際、いちいち買いに出かけるよりまとめ買いしておけば、すぐタバコを出せる上、単価も安くなるため、これを利用して小銭を貯めた。しかし、これが、デッチ仲間から反感を買い、店主に辞めるよう勧められたためにまとめ買いは辞める。この頃から詳細を表すとともに、一人勝ちは良くないとも気づくようになった。 大阪市に導入された路面電車を見て感動し、電気に関わる仕事を志し、16歳で大阪電灯に入社し、7年間勤務する。当時の電球は自宅に直接電線を引く方式で、電球の取り外しも専門知識が必要な危険な作業であったため、簡単に電球を取り外すことができる電球ソケットを在職中に考案する。 1913年に18歳で、関西商工学校や幹部余科に入学した。1917年、大阪伝統を遺願退職した。1929年頃の松下大阪府、東成郡、鶴橋町以外屋の自宅で、つまむメノと、その弟のゆえとし男、及び、友人2名の、計5人で、銅ソケットの製造販売に着手。しかし、 新型ソケットの売り上げはかんばしくなく、友人2名は、孔之助のもとを去ったが、川北電機から扇風機の部品を大量に受注したことにより、窮地を脱した。その後、アタッチメントプラグに東洋差し込みプラグがヒットしたため経営が、軌道に乗る。事業拡大に伴い、1918年に、大阪市北画西野田大平木町で、松下電気器具製作所を創業。 電球ソケットに続き、カンテラ式で取り外し可能な自転車用電池ランプを考案し、これらのヒットで乾電池などにも手を広げた。1929年の松下電気製作所への解消と同時に、考慮、新情を設定した。1932年を命違う年と定めて5月5日に、第一回創業記念式を開き、ヘンリー・フォードに習った水道哲学、 250年計画、適正利益、現金成果を社員に訓示した。また、事業拡大のため土地が広い大阪府北河地群、門間村に本社、工場を移転した。当時、門間市から平方市にかけての地域は、大阪市内から見て鬼門に当たるとして開発が遅れていたが、東北に細長く伸びる日本地図を指して、日本列島は、 ほとんどが鬼門だと述べて断行した。1935年には松下、電気産業株式会社として法人化した。第二次世界大戦中は、加盟で軍需品の生産に協力する。1943年4月に松下造船株式会社を設立し、海運会社出身の井上と男社長のもとで、抽選までに56隻の250トンクラスの 中型木造船を建造した。ついで同年10月には、立鉄飛行場そばに、松下航空機株式会社を設立し、空気省の技術指導により、強化合板構造の練習用を木製、急降下爆撃機、病状を終戦までに7機試作。試験飛行にこぎつけたものの、1機は、間もなく空中分解し、航空機に求められる絶対的な品質と、 信頼性に対する認識不足から、三端たる失敗に終わった。戦後直ちに GHQ によって、制限会社に指定され、幸之助、年男以下役員の多くが、戦争協力者として、公職追放処分を受ける。のれん分けの形で、優位兄弟を社外に出した幸之助は、松下は一代で築き上げたもので、買収などで大きくなったわけでもなく、 財閥にも当たらないと反駁した。一方で1946年11月には PHP 研究所を設立し、倫理教育に乗り出すことで世評を高めた。内部留保を取り崩して人員整理を極力避けたことを感謝した労働組合も GHQ に嘆願したため、間もなく制限会社指定を解除され、1947年に社長に復帰する。 戦争時大上鎮続く、ドッジライン不況で目標に陥ったが、今度は一転して、レッドパージを兼ねた、直営工場の創業時間短縮、人員大量整理、賃金抑制を断行し、危機を乗り切った。この経営手法を、当時のマスコミが揶揄して、物品税の滞納をなどと報道された。1948年、趣味の株式投資の影響で、 ナショナル証券を設立したが、この分野で体制するには至らなかった。1950年以降、長者番付で10回全国1位を記録。また40年連続で全国100位以内に登場した。この時期の幸之助は、億万長者であり、一生で約5000億円の資産を築いたと推定される。1951年、テレビ事業視察のため長期外遊し、 翌1952年にラン・フィリップスと技術導入提携。1954年には戦前からの祝願だったレコード事業参入のため、当時の資本金相当額を投入して、日本ビクターを子会社化したが、経営上の独立性を保障した。1957年には自ら巡回しての自社、製品販売要請に応じた小売店を、 自社系列電気店網へ組み込み、日本初の系列電気店ネットワークとなるナショナルショップを誕生させた。以後、自社製品の地道な各班交渉を続ける幸之助の姿勢に共感した系列電気店がナショナルショップ網へ次々新規参入。こうした松下幸之助に対する小売店スタッフの強い忠誠心がナショナルショップを国内最大の 系列電気店ネットワークへと成長させる原動力となった。1960年に初の和歌山市名誉市民に選定される。同年、浅草寺の雷門と大城鎮は100年近く仮設状態のままになっていたところ、河之助が資材を寄進して現在の形に再建された。町鎮の雷門の下かりには松下電気産業株式会社、 松下幸之助と金文字で大きく刻んだ一際目立つプレートが貼られている。1961年に会長に就任し、第一線を退くが、ヒット商品欠如が岩戸景記後の反動不況と相まって赤字に転落する。当時ソ連の副首相であったミコヤンと食事を共にした際、自分は工場で家庭電気器具を作ることで婦人解放をしたというと、 感心したみこやんは、握手を求めたという。1964年には、門真市で、初の名誉市民に推挙される。また、家電品の連売をめぐり、当時の大英社長、中内と30年にわたる大英、松下戦争が勃発した。社内外の引き締め目的で、熱海ニュー富士屋ホテルを借り切り、全国の反社、代理店と自家判する機会を設けたものの、 新興スーパーマーケットとの競合による売れ行き不振、熾烈な販売ノルマや反則グッズの押し付け、月間テレビの修理費負担などが問題化して紛糾し、丸3日間にわたって逆に吊るし上げられた。このため、共存共栄と自筆した色紙を配布して沈静化を図る一方、営業本部長代行を兼務し、トップセールスとしての現場復帰を余儀なくされた。1965年の 第16回 NHK 紅白歌合戦に審査員として出場した。1967年7月、大英などの安売り店への出荷停止や締め付けなどに関して、厚生取引委員会は、松下電工を立ち入り検査し、独占禁止法第19条に定触する不公正の取引方法として排除勧告を受けた。これを拒否したため消費者から批判を浴びた。 1970年にはナショナルショップの後継者育成目的で松下電気小学院を設立する。後に中村国夫が立ち上げるスーパープロショップの母体となった。同年日本万国博覧会に松下電気館を出展する。5000年後に開封するとして話題になったタイムカプセルには全国の小中学生の手紙や当時の物品を収めて 博覧会終了後に大阪城公園に埋蔵された。国書にもかかわらず、入場2時間待ちで並ぶ一般客の行列に日陰がないことに気づき、松下館と対処した紙製の帽子を配布するよう担当者に指示した。これが会場外でも宣伝になって、松下館はさらに人気を呼んだ。またタイムカプセルのミニチュアをカラーテレビの景品として販布し、 販売強化につなげた。1971年、慶應義塾大学工学部へ多額の寄付を行い、松下記念図書館が竣工された。1973年、80歳を機に現役を引退し、相談役に退いた。1974年には、奈良県飛鳥村の名誉村民となる。 1974年から1983年まで中野主一郎の公認として、伊勢神宮数計会第3代会長を務め、後に松下正幸も第8代会長を務めた。1979年、資材70億円を投じて、財団法人松下政経塾を設立し、政界に貢献しようとした。 1989年4月27日午前10時6分に、気管主肺炎のため、森口市の松下記念病院において死去。去年96、法名は、幸運院尺正木。死亡時産総額は、約2450億円で、日本で最高とされている。規定のゆえとし男は、創業期からのパートナーだったが、 GHQ の公職追放処分への対抗目的で、のれん分けされ、山陽電機を創業し、独立した。年男の弟の幸男、カオルもこの時、共に山陽電機へ移り、三兄弟で社長、会長を歴任した。なお、しばらくは山陽電機でもナショナルブランドを併用していた。年男の妹、 安子の夫、中尾哲次郎も一時独立するが、後に、松下電気産業へ復帰して、副社長、技術最高顧問を務めた。長女、幸子の婿養子に、旧家族で、日本画家の平田英治の次男、正治を迎えた。正治の祖父東介は、旧ヨネザー藩士で、桂太郎内閣では、内務大臣を務めた人物である。また、正治の母方の家系、前竹は、 上野七海市藩藩主の家系。庄司の兄弟、平田国旗の妻、信子は三井総領家に連なる。系図外だが、三井高宗の孫、広子は、トヨタ自動車の元社長、豊田昭一郎の妻であるため、豊田家とも登園の関係にある。また、幾人かの婚外子を残し、全員が、相続人になっている。オープンドア創業者の関根大輔は彦。門真市には、 パナソニックミュージアム松下幸之助歴史館がある。中華人民共和国首都の北京市に2018年6月開設された松下記念館は企業としての松下電気産業の PR だけでなく、幸之助の中国との関わりも紹介している。幸之助は中国を改革開放へ展示させた東小平の法日時にあっただけでなく、招きを受けて訪中し、 日本企業としては早い時期に中国での現地生産を決断した。詳しくは松下幸之介 .com を参照。発行部数は突起なきものは PHP 研究所の発表による全てのバージョンの累計部数。出版社と発行年月は最初に出版された際のものを記載。一部の書籍は後に他社から出版されている。ありがとうございます。